コパイロットはあなたのマイクロソフト365アプリ上でより迅速でスマートな作業をサポートします。マイクロソフトコパイロットはコパイロットにおける最高の体験を提供します。マイクロソフト365のアプリやカレンダー、メール、チャット、ドキュメント、ミーティング、連絡先などあらゆるデータを検索し、やるべきタスクをクイックにこなす手伝いをします。プロンプトを入力し、メンションを使用するだけで必要な回答が見つかります。日々の仕事におけるマイクロソフトコパイロットの活用例を3つご紹介します。マイクロソフトコパイロットはマイクロソフト365、マイクロソフト Bing、マイクロソフト Teams からアクセスできます。この動画では Teams 内での使い方をご紹介します。同僚が共有した会話、メール、ファイルをキャッチアップしたい、そんな時コパイロットを使って受信トレー、チャット、ファイルの内容を素早く要約する方法を説明します。コパイロットアイコンをクリックしてアプリを起動します。これにより質問できるプロンプトボックスを備えたあなただけに表示されるコパイロットとのチャットが開始されます。〇〇さんからの最新情報をメール、メッセージ、ファイル別に表示してと入力してみましょう。するとコパイロットは最近のメール、メッセージおよびファイルをキャッチアップしやすいようにまとめてくれます。特定のトピックについてメールの要約が必要な場合は、〇〇について最近のメールから詳細を確認したいとプロンプトを入力しましょう。コパイロットが箇条書きにまとめるので、個々のメールの検索、読み込み、要約に費やす時間を節約できます。またある人物による直近のドキュメントを素早く見つけたいとき、〇〇さんから共有されたファイルをすべて表示してとプロンプトを入力してください。コパイロットはファイルのリストを表示し、各項目の横にある番号をクリックすればそのファイルを開くこともできます。ファイルやチャットを調べなくてもマイクロソフトコパイロットで探しているものを簡単に見つけられます。ウェブやファイル、会社のシェアポイントから探したいものがある、そんな時もコパイロットで探してみましょう。コパイロットアプリのプラグインメニューでウェブコンテンツが有効になっていることを確認してください。あなただけに表示されるコパイロットとのチャットが開始されます。例えば社内会議の日程を決めたいとき、日本の祝日はいつ？とプロンプトを入力してみてください。コパイロットが回答と合わせて詳細を確認できる参照サイトなども提供してくれるので、社内会議の実施を避けるべき日程が簡単に確認できます。また社内の出張規定を教えてと入力し、現地の会議室を探す必要があるかを確認しましょう。コパイロットは社内のドキュメントを調べ、関連する情報を提示します。明日の予定を表にまとめてと入力してみましょう。コパイロットはあなたの予定を時間、内容、主催者とそれぞれにまとめた表を提示します。そのためウェブ、ファイル、会社のシェアポイントなど様々なソースから簡単に情報収集することができます。他の言語へのテキスト翻訳や営業のプレゼン準備をしたい、そんな時もコパイロットを使ってテキストを翻訳し、営業のプレゼン資料を作成しましょう。その方法をご紹介します。コパイロットアイコンをクリックしてアプリを起動します。翻訳したいテキストを貼り付けて、このテキストを英語に翻訳すると入力してください。そして成功する営業のプレゼン準備と作成を手伝ってとコパイロットのチャットに入力します。コパイロットは営業プレゼンテーションに役立つメモとさらなるヒントを得るための参考資料を提供します。これらはあなたの一日の中でマイクロソフトコパイロットが役立つ場面のほんの一部です。詳細は aka.ms/microsoft コパイロットをご覧ください。